声が消えてた？大丈夫ですか？はい、リズのところに、あー、ちょっと一旦出なきゃ。あ、オッケー。いや、なんかちょっとまだ音楽聴いただけで泣きそうだな、どうしよう。いや、この音楽だけでやばいよ。でも本当悲しい音楽聞いた時とか、なんかツンってされただけで泣きそう。はあ、もう本当に。教会の高台、あ、高台の教会か。もうやめて、泣かせないで。泣かせないでください。もうほんと今ツンってされてるだけでほんともうボロ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 泣いちゃいそうな気がするので、はい、みんなに話しかけよう。あらら、さて座っちゃわない。あ、話しかけらんない。うん、あー、そうね、まだちっちゃいからね、もうちょっとやめて、もう本当に。はあ、ちょっと元気ないんじゃない？わ、私この子、この子の、この子のせいで泣いた。はい。もうこの子、この子のせいっていうか、もうこの子がすごいキーパーソンだった。で、ここにもあるんでしょ？Thank you.
てください。しんどいわー、もう。ラム枠はこれで閉じようと思います。ちょっとうまく写真が撮れない。いや、あのね、わざとらしいって言いますけどね、ちょっとあのね、ストーリーをめちゃくちゃ、まあ、ほんとマジ集中したら、いや、やばいんですよ。いや、ほんとにね、これが、わざとだったら、多分相当売れますよ、私。はい。あ、なんか届いた。え、嘘、何？なんか届いた。え、じゃ、なんか届いたから延長しよう。はーい。もう延長できた。なになに？出口が分かんなくなっちゃった。ん？ここでしょ？あ、出れた出れた。あ、出れた出れた、よかったよかった。出れた出れた。いやーもう私も、もう本当にね、自由がリズにはまるのがもう分かった。分かりました。郵便局行こう。泣いたらお腹すいたなー。ラーメン食べたいなー。あー、ラーメン食べたくなったよー。ラーメンが食べたいよ。いや、本当に今から食べに行こうかなっていうくらいお腹空きました。うん、迷っちゃったじゃん。うん、ここら辺だ。あった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 。え、なんだろう。わあ！マジでやばっ！そこ飾ろう。いや、待って。お手紙。いや、待って、お家で一緒に撮ってお手紙書こう。やったー！いや、待って、嬉しすぎ。ちょっと待って、お家に飛びます。やばい、嬉しすぎる、もう。なに？やばい。お家に飛ぼう。ユージが欲しそうにこちらを見ている。やばい。自由怖すぎる。さあ、お家に着きました。やばーい。枕元に飾ろう。
ここだな。ちょっと待って、このスタンドもっと後ろにやろう。あ、寂しくないように熊の横に置こう。そう、私も枕元に置いてます。手紙。ちょっと待って。ちょ、よしさん、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。どこが一番近いの？メギに行こうかな。メギ。よいしょ。あ、もうやだ、嬉しい。もう目の周りすごい、てかもうどうしよう、目とも鼻の周りすごいカッパカパ。もう泣きすぎと鼻水出すぎでカッパカパ。よし。で、よいしょ。いや、ほんとに。本当に嬉しすぎ。何TGS って。ここでね。本当、もらい泣き。東京ゲームショー。待って。ビニセン買おう。これだ。はい。そして、ポスカ。あ、出てたんですね。一瞬住所移っちゃうから、ちょっと一旦ちょっとお待ちくださいね。あ、OK。あ、ポンポーン。様子 P さん。私いつも様子 P さんのことを様子 P さんって
呼ばせてもらってます。人形、ありがとうございます。早速。私も私もお蔵元に語りました。素敵なストーリーありがとうございます。多分ね、このストーリーのお礼はね、いろんな人がね、思ってるんじゃないでしょうか。さあや。あ。人体を大事に。人体ね、なんかね、朝起きたらなんかやっちゃってたらしくて、な、寝てる間に何したんですかっていう。ジッポさんできたキャラまでお金貯めて買います。あ、じゃあこれ、ジッポさんに送った方がいいのかな？ジッポさんに送ろう。どう？なんかあげれるのあるかな？やっぱり馬の糞？ありがとうの意味で、39？はい。これで OK。 届いたかな。お庭に送りました。そう、なんかね、いっぱい持ち歩き、まあね、ほんとなんかね、贈呈用やっぱりね、糞が一番いいんですよ。畑に、なんかね、なんかね、地味に毎日畑に使うから、地味にね、使うんです。で、ほんと。ということはもう 2.1 終わりってことかな？ん？まだ続いてるのかな？どうなんだろう？あ、まだ、あー、OK です。え、ドレスアップ屋さんに行くと面白いのが見れる。じゃあ今日はストーリーはここまでにして、ちょっとドレスアップ屋さんを覗いてから終わろうかな。ルコとリーズ二人揃ってないとかありそうって泣きつこう。そんなたかり芸ありますか。いや、それすごいな、天才的なたかり芸だわねえ、もうすごいな。え、大山さんいるし、え、待って、
あ、あんまきまさんと大山さんいる。え？マジ？本物かな？すごい。本当にみんなドレアしてない あ、みんな、あ、そうか、みんなで密会中あ、そうか、これのことか。なるほど、なるほど。あ、そうか、罰ゲームの。なるほどね。罰ゲームのあれね。なるほど、なるほど。なるほど、罰ゲーム。あー、そっか、あの、ウルトラダサい。あれはね。よっしゃ、超楽しい。しかも、ね、人間の格好であれですからね。絶対やだ。まあ、ということで私は今日で放送終わっていこう、終わろうと思います。はい。いやー、夜はもう1時前だ。夜遅くまでありがとうございます。え？今日で？あ、ちょっと今日は放送を終わろうと思う。あ、今日でって言いました、私。え？嘘？え、そんなこと言った？ちょ今日でじゃない。今日は、ちょっと鼻水が出てるから、もう今ちょっと喋れない。ちょっと待って、卒業ネタもやめてください。はい。あ、じゃあ、いや、間違えました。ちょ、プロデューサーさんがそういうこと言うとやばい。あ、まあ、もうやだ、もう。まあ、でも見てるから、もう俺でいいや。これからも、よろしくお願いします。なんです。いや、ワンクールじゃないです。いやいやいや、今日の放送は、これで終わりますっていうのを短縮しちゃったんですよね。はい。ということで、今日の放送はこれで終わります。最後すんごいグダグダになっちゃった。はい。いや、でも、本当に楽しかったです。いや、ちょっと大山さんの放送見よっと。やめないです。はい。ちゃんとして、はい。じゃ皆さん今から大山さんの放送にレッツゴーしましょう。はい。ありがとうございました。